全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。好スタートは中中連ガッツ。まず何がいきますか。5番メロモア先頭を伺います。2番手4番中連ガッツ、6番グルミンファルコン後位につけています。後ろに8番 MT レコード、内から1番印、これを見るように外側2番レッツゴーナジマ、外から3番ケンコウティーチ、7番キングタン、やや離れて最後方、ここから先頭までは8馬身。先頭は依然メロモア、後ろに4番中連ガッツ、6番グルミンファルコン後位をキープ、それから8番 MT レコード、そのうち1番印、これを見るように外側2番レッツゴーナジマ、外から3番ケンコウティーチ、7番キングタン、やや離れて最後方。前半の 1000m は59秒7、先頭は依然メロモア、後ろに4番中連ガッツ、8頭大ケヤキの向こうを通過、6番グルミンファルコン後位につけました。8番 MT レコード、この辺りが中段、これを見るように内側1番印、長い府中の直線 500m に入ります。さあ直線勝負、後続各馬の動きはどうか。先頭メロモア、400を切って先頭メロモア、その後中連ガッツ、メロモア後続をさらに突き放す、単独先頭はメロモア、残り200を切りました。メロモア頑張っている。2番手印、差を詰める。先頭が変わった。 MT レコードまとめてかわした。 MT レコード差し切ってゴール。勝ったのは MT レコード、鞍上は武豊騎手。 MT レコードブリーダーズカップを制しました。2着印、3着中連ガッツ。